西国街道ね。いいな。今日はですね、備前市インベからちょっと離れた山側の方ですね。この近くに備前焼のね、石窯ですね、そういう建物あったりする家なんですけども、気になる、神社仏閣
稲荷かな、あるんで、ちょっとやってきました。ここが入り口です。昭和41年4月20日米活熊山高倉稲荷大名士参道。平成10年、5月できたのかな。ここがおそらく昔の道かな、どうかちょっとですけど、なんかの登山道。落石が発生しているので通行止め。すごい急な斜面、まあ、この山自体全体的にね急なんですけど、この周りにね結構城が一つ二つなんかあったそうです。ちょっとこの先もう少しかな、こっちのね、キツネ口開いてんですけど、こっちは閉じたままです。これ備前焼き、備前焼きみたいな感じですね。やはりこの近くが、周りがそういう備前焼きの窯があるので、備前焼きでできたキツネ、おそらく備前焼きかな。よし、行ってみます。建物があります。昔ながらの家、古民家みたいな感じですけども、休憩所みたいな。
これ全体的というか、まあちょっと気になる部分とか、大体備前焼のねようなものでできてますね。これ備前焼かちょっと分かんないですけど、そういう感じのものがあります。というわけで、まあ、今日こんな感じで終わろうかなと思います。まあ、備前焼にねすごい関係のあるような、感じのね、稲荷神社、高倉稲荷大名神でした。まあね、ぜひ備前焼とか、まあ、この辺に来た際はぜひ行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。